はい、こんばんはです。なんとですね、2日連続、またね、ちょっとブルーズアイマッチの練習しようかなと思ってね、今非常に燃えております。まあ、説明、これ誰が打ったやつなのかな、置いてあったの使っちゃおう。まあ、ですね、ポリカバン1枚にね、このブルーズアイの紙を貼って打っております。私は黒で打つんですけど、この方は白ですね。で、0点、5点、8点、ここまで一緒なんですけど、このね、10点圏内を9点にして、X 圏内を10点にしております。ですね、これ10点なんだけど、こやつはね、9点になっちゃうとね。これで、あとは2分間で5発で、500点満点で、何点出るかというですね、いうマッチですね。あとはもう普通に APS カップのブルーズアイ打つときと同じように、サイティング練習してから打ちますね。はい、10分間で5発ですね。どんぐらい？これで、俺入んねんだ。これでこうすればいいのか。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ重厚カバー外してサイティング練習を行ってくださいね。よいしょ。終わりましたらスタンバイ姿勢でお待ちください。はい、では行きましょう。2分間で5発ダブルザイマッチ第1ターゲットを始めたいと思います。はい、スタンバイレディーゴー。全部難しいんだな、でもな。ちょっと球上に行ってるな。はい、私は第1ターゲットこんな感じでしたね。8点、9点、あと10点、10点なんで46点ですね。あ、これね、ぜひね、皆さんね、ブルーズアイ打てる環境の方って多いと思うんで、この動画に合わせてですね、一緒に打っていただけたらなーって。ちょっと試合っぽくね、私と勝負と、ちょっと相手に物足りないと思うんですけど、そんな感じでね、この動画活用していただけたらななんて思っております。では続いて第2ターゲットいきましょう。4分ですね。では重厚カバーを外して、サイティング練習を行ってください。ブルーズアイマッチ毎回やりますからね。で、終わったらスタンバイ姿勢でお待ちくださいね。はい、では行きましょうか。
ブルーザイマッチ第2ターゲットを始めます。スタンバイ、レディーゴー。悔いが残る。はい、第2ターゲット終了ですね。さあ、どうですか、皆さん。私はこれ46点、最後の一発ね、これなんだけどね、下打っちゃったやつこれだね、46、まあ46できてますね。さあ、皆さん何点でしょうか。4646なんで92、昨日と一緒だな、これ。ここまではで第3ターゲットいきましょうか。時間大丈夫ね、ギリギリ大丈夫。じゃあ重厚カバー外してファイティング名称を行ってください。終わりましたらスタンバイ姿勢でお待ちください。はい、ではいきましょうか。それでは、まず第3ターゲットスタンバイ、レディーゴー。あらら、やべ、すげえ動揺してるよ。うん、まあ、ちょっとこれ行こう。ちょっと厚め浮いちゃったな。あー、ここまで浮いちゃったか。あって言った方がうまく入ったんだよね、ギリギリで9点でね。お、ちょうど
ね、第3ターゲットね、間違えちゃいましたね、点数私ね。私とか今、書き間違えちゃう。44点でしたね、一発。5点までいっちゃいました。ということで、44点。136。なんと、昨日と全く同じ点数、ここまで。どうだろう。さあ、じゃあ第4ターゲットいきましょうね。では、重厚カバー外して、サイティング練習、行ってください。終わりましたら、スタンバイ制、取ってくださいね。サイティング練習の時に、本当トリガー触りたいですよね。はい、ではブルザイマッチ第4ターゲットいきましょう。スタンバイ、レディー、ゴよいしょ。まあ、何気に初段が5点までいってないんですけど、でさらにこれが入ってるかな。はい、こんな感じでした。これなんとか8点とどまってますね。ですので48ですね。これはいいじゃないですか。第4ターゲット48。昨日そっか、第2で48出てた。48ということで184。悪くない。さあ続いて第5ターゲットいきましょう。重厚カバーを外してね、サイティング練習を行ってくださいね。はい、ではブルザイマッチ第5ターゲットいきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。
つうか、こういう打ち方をしたんじゃないんだよな。ターゲットこんな感じでした。1個8点ですね。ですんで45点。危ない、こういうのでもね大事。45点ということで、お、229点だ。シグ229とか、昨日よりこの段階で2点いいですね。昨日はこっから悪かったんだよな。では、ブルザイマッチ第5ターゲットいきましょうか。15番を外して最低現象になってくださいね。まあしかしブルザイって本当面白いですよね、なんかね。なんかこれブルザイって射撃がな、本当心理的なものが。時間は大丈夫ね。はい、ではブルザイマッチ第5ターゲットいきます。あ、第6だ。スタンバイ、レディーゴよいしょ。はい、あ、そうだ、今更ですけど終わったら必ずね、セーフティーかけて自分を出してくださいね。そうだね、こんな感じだね。意外と点数落ちちゃうパターンなんだよな。あれ、これ1個入ってるか、入ってないよこれね。8点、8点、999だから 1,2,3,4,5,6,7、 43点までいっちゃうんだよね。第6ターゲット43点。さあ皆さん、ここまで何点でしょうか。私は今のところ272点。昨日より4点いいんだな。もうちょっとから伸ばしたいところなんですが、さあどうでしょうか。はい、では第7ターゲットいきましょう。15カバーとしてファイティング練習行ってくださいね。終わりましたらスタンバイ制度お待ちください。
はい、ではブルーズアイマッチ第7ターゲットいきましょう。はい、スタンバイ、レディーゴー。右に行ったやつどこまで行ったかな。お、入ってんじゃん。ああ、そう。おお、右に。なるほど。おい、意外と良かったですね。ここでとどまったんですね。48点来た。48第7ターゲット4番地。48ということは現在320。ここまでで320ですね。ああ、まあ今のところ前回より7点いいんだな。さあ、こっから第8ターゲット上がり3ついきましょう。皆さん重厚カバー外してサイティング練習を行ってください。さあ、ここまで皆さん何点ですか？私は320点ですね。さて、はい、ではブルーズアイマッチ第8ターゲットいきます。スタンバイ、レディーゴー。途中でバッテリーが上がっちゃいましたね。第8ターゲット、これ皆さんのあの時計で打ってくださいね。途中になっちゃったと思うんですけど、いやー、ほんと打ち直したい気分ですけど、打ち直したらもっと悪くなるかな。まあギリギリ2、3、4、5、6、これがね、だからいわゆる X ね、X に入ってないとね、4点マイナスになっちゃうんですよね。これ9999だから、これが結構痛いんだよね。
このマッチは。ということで44点44。さあ第8終わって44、364点。ということで残り2つ。なんか鼻が、いきましょうか。第9ターゲットですね。重厚幅を外してサイティング練習を行ってください。止めちゃったんだよな。終わりましたらね、スタンバイしてお待ちくださいね。残り点数は100点ってことですよね。だからね、全部当たるとね。はい、では、ブルーズアイマッチ第9ターゲットいきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。今のどこ行った？これが取れるんだよな。言ったからよかったけど。また一緒じゃないこれ、さっきと。いや一緒だ、ここに来て。このブルザイマッチの恐ろしさに、はい、また8点の9999、44点。難しいね、 X っていうのは。まあでも俺今こんぐらいでいいんだよな。こんぐらいでいいわ。408点。ということでとりあえず450はいくかなとかって昨日言ってて、最後やばかったね。さあ皆さん、ここまで何点でしょうか。私は408点です。さて最後いきましょうか。最終ターゲットね。では重厚カバーですね、サイティング練習を行ってください。今日は5点が1回だよね。2回だっけ。5点1回か。5点、まあいや、あといいや。では、練習しなと。はい、ではブルーズアイマッチ最終ターゲットいきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。
さて、最後どこ行ったんだ。おやはりここまで行っていたのね。いやちょっと最後の一発なのかな。違うな、最後の一発入ったんだな。ああ、そっか。こんな感じでした。最終ターゲット5点が出ました。そして9点、43点ですね。10点に2つ入っております。さあ、ということで皆さん何点だったでしょうか。私はかろうじて450点乗りましたね。もう10点ぐらい上げたいんだけどね。43点。いやー、しかしほんと勝負弱いよな。最後の3つ。ということでね、今日実はね、桃色クローバー Z のライブ行ってきたんですよ。でこのハッピー来てんだけどね、はい、昨日がね444点だったんですね。で今日は451点ということで、7点アップということになりますね。さあ、皆さん今日何点だったでしょうか。まあ、450点ぐらいだったら、結構あれかな、勝てるかな、皆さん。ね、460ぐらい家で出す人多いと思うからね。まあ、始めたばっかの方はね、とりあえず400点台。まあ、まず0点打たねって、これね、だから、僕はこれいつもやってる時に5点打たないっていうのがね、目標なんだけど、今日も結局、1個、5点は2個。でも危ないの多いもんね、これ。こんなの5点みたいなもんだもんな。ですんでね、とりあえずそんな感じで、あの10点を狙うというよりもね、その0点打たないとかね、5点打たないとか、そういう考え方の方がいいと思うんですよね。またそういうのを目標にした方がいいと思うんですね。ということで、ちょっとブルザイマッチの練習してみました。450点、明日もやっちゃうのかな。まあ、これでもやっぱね、面白いんだよね、ブルザイってね、打ってるとね、連続して打ってると。はい、そんな感じで、一緒に練習した方ね、お疲れ様でした。よかったらあのコメントにね、自分の点数なんか書いてくれるとですね、楽しいんですけど、なかなか、そうですね、書きたい方書いてください。500点とかってのやめてくださいね。疑ってるわけじゃないですけど、500点ってね、相当難しいですよ。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。